安藤家政は、室町時代の武将で、江戸地の豪族。萌平八郎式部、大助家政と称した。安藤和末の子で、安藤世紀の弟と伝えられる。下国家政とも、子孫は、正木繁家老の下国氏。白木の記録によれば、安藤思想家となる、下国家当主であった二世紀は1456年、分家で、秋田軍の領主であった。 秋田城之助安藤隆敷の招きに応じ、秋田ソロク島に移る際に、茂る別館主の家政、大館館主の定期、花沢館館主の柿崎記、茂の三名を守護に任じたとされているが、実態は安藤家政あるいは定期が一人守護として、統括していたとする見解も出されている。これらの館は、道南十二館と呼ばれた江戸地における、 は人地の中心の一つであった。翌1457年の古社マインの戦いにおいては、上国の柿崎喜茂と共に館を守り通した。この前後の経緯については、実は安藤志亡流であった火星が柿崎氏と手を結び、正当な守護であった定期及びその子、久しきの守護職を散脱する下国城の家庭であると、する。 小林正人の見解がある。火星は1500年前後とも、分岐元年とも言われるに没し、子は創生していたため、孫の士気が家督を継いだ。その後柿崎氏に侵入した、下国氏は、正木藩より遺跡として幕末まで続くこととなる。ありがとうございます。